見て、美味しそう。うん、ピザに決定。絶対にフライドポテト。はい、ピザお願いします。違います、フライドポテトで。そうじゃなくてピザにしてください。フライドポテト、ピザ。はい、どうぞ。お持ちしました。何持ってきたのかな。うわー、すごい。1000倍の食べ物チャレンジだ。先に開けて。やったー、キットカット大好き。早速食べちゃおうっと。おいしそうなチョコだわ。サクサクしてておいしい。私のは何だろう。行くわよ。マジ？でかくない？ヒットカットのタワーだ。うわ、すごすぎ。すっごくたくさん綺麗に積んであるわ。宇宙まで届いてる。高いはしごを持っててよかった。やっと食べられるわ。頑張って登った甲斐があったわ。めっちゃ美味しそう。一つもらっちゃおうっと。下の方のこれがいいかな。あ、ダメ、やめてよ。ダメだって。あー、取れたわ。あー、やば、ごめん。一緒に開けよう。変ね。こっちは一つで、そっちはゼロ。一つだけど食べちゃおうっと。どうでもいいけど、もっと静かに食べてよ。あれ、どこに行っちゃったの。消えちゃったわ。あれ、なんでこんなところに。まあいっか。見て、すごい量。スキットルズが無限にあるわ。プールいっぱいのすっごい量。早速食べちゃおう。手が2本じゃ足りない。退屈だし寂しいな。どこかで一人で楽しんでるのかな。私のこと覚えてるかな。あ、いいこと思いついた。よし、うまくいったわ。一緒に開けよう。3、2、1。そっちも開けてみて。これじゃダメ、話にならないわ。退屈になってきちゃった。ねえティナ、聞こえる？え、何？あ、もしかして風船が話しかけてきたの？やった！会いたかったわ！スキットルズの量やばくない？チャンスだわ！あ、なんで開いてるの？ティーナ、私の開けないでよ！それに唐辛子だし。パクっていっちゃえ、頑張って。わかったわ、やだな。辛い、辛すぎる。やばい、どうしよう。そうだ、水が必要よね。行くわよ。はあ、ありがとう、助かったわ。どういたしまして、よかったね。開けるのがちょっと怖くなっちゃった。あれ、どういうこと、何これ。押してみようっと。うわ、超大盛り、ものすごい量の唐辛子ね。大丈夫、助けてあげるから。めっちゃやばくなりそう。いくわよ。めっちゃ辛そう。
すぐに効いてくるのかな。あーすごい、ギャー、うわ最高、気に入っちゃったわ。どんどん食べちゃおうっと、一気にいっちゃおう。予想外の展開、あめっちゃ美味しかった。あ、何これ、うわキナが消えちゃったわ。あ、見て唐辛子になっちゃった。ねえすごいでしょ。どうすればいいの、先に開けていい、お願い。やった、何これ、見てチックタック入りの巨大なボール、見て爽快だわ。うわーものすごい量、やったみんなの分もあるわ。チックタック大好きなの、早く食べたい。ストローを使って食べちゃおうっと。うわめっちゃスマート、一粒も残さずに食べちゃった。口が超爽やか、次は私の番。何これ、どういうこと、なんでペンなの。ああそういうことか、何絵を描いてんの、なんで、見てればわかるわよ。傑作の完成、じゃーん、振るだけで本物に変身、これでチックタックを食べられるわ。私は白が一番好き、スースーして美味しい、私も試してみようっと、もっと食べたくなっちゃった。バナナを描いてみよう、いくわよ。うまくいったわ。え、待って、これゴムだわ、ゴムのバナナ。お絵描き練習しなきゃね。最後は一緒に開けよう。やった二人ともパンケーキ、でも私は一枚だけ、まあいっか、食べる準備しよう。キャラメルソース持ってきてよかった。上からかけるだけ。さてナプキンをつけてっと。パンケーキいただきます。一口目が最高なのよね。商品ぶっちゃって、私だってソースを持ってきたのよ。全体にかけるにはいっぱい必要なの。できた、めっちゃ美味しそう。うわーマジで美味しそう。あ、髪をどかさなきゃ。口と手があればフォークもナイフもいらないわ。やっぱり美味しい。これは全部私のもの。ケチ、一人で食べればいいわ。それでね、これは誕生日でもないのに、わお箱がもう一個、また何個あるの。こんにちは、一緒に遊ぶ。わあ待って、どちらにしようかな。私が先ね。これ何、ブヨブヨする。やだ気持ち悪い。もっと気持ち悪いことしてあげる。嘘でしょ、怖がりね。エマ見て、脳みそが見えそう。冗談よ、ほら開けて。うわ目玉がたくさん、こんなに気味の悪いもの初めて見る。全部食べなきゃいけないの、か
顔に生えてきたらどうしよう。もっと食べたらもっと生える。無理。じゃあやることは一つね。うん、ピンク色の美味しい。緑も悪くない。100個食べられる。サラ、目が落ちたよ。あら、落ちちゃった。バッチが当たっちゃうよ。私も手伝う。あれ、おいしい。エマ、行くわよ。やったよ。何このミニピザ。エマのは？私のなんて入ってない。うそ、一個丸々もらっちゃった。ペパロニが美味しそう。チーズもたっぷり、最高。なんでエマだけ。私のはこんなに小さいのに。いただきます。はあ、いいな。腕が疲れてきた。まあ、食べられるからいっか。もう全然小さくならない。シャボン玉きれい。私も一緒に遊びたい。うわっ、これいいわね。もう無理。え、嘘。エマ、起きて。何？寝ちゃったのね。よし、ご褒美。うん、チーズが美味しい。時間がかかりそうね。なんだと思う？いい？ポップコーンカーネルだ。でも割れてない。どうすればいいの？小さいコーン、小さいレンジにぴったり。ずっと使ってみたかったの。すぐ終わるはず。はい、入って。1分後ね。楽しみ。もうできた。やった。わお、すごくない？うん、私だってポップコーン食べたい。そうだ、これで作れる。太陽さん、力を貸して。よし。え、ほら、太陽光で作れるの。一つずつ割れてきた。当たらないように気をつけてね。すごいでしょ。めいめい、スナックアタック。ほんとだ、すごいね。最初に開けて。同時はどう？じゃじゃーん、私の勝ちじゃない。私は一個だけ。サラ、全部食べられる？試してみよう。悲しい、泣いちゃう。一枚だけなんて。こっそり盗めるかな。ダメ。よし、準備 OK。 うわー、今の何？モンスターみたい。お腹いっぱい。あっそう、私だって。先に開けていい？うん、やった。すごい、巨大なスイカのケーキ。私は何かな。え、種？それどうするの？
それでは早速、丁寧にね。サプライズ、芸術そのものね。よだれが出ちゃう。うん、おいしい。それチョコレート？あ、そうだ、種を植えちゃえ。これで生えてくるはず。魔法の水、じゃじゃん。水分補給は大事ね。あとは待つだけ。きれい、熟してるみたい。色もいい。どれどれ、ジューシー。エマ、いいよ、一つあげる。先にいいよ。あー、残念。でもこれを使えば食べられる。ほら、おいで。サイズがちょうどいい。完食。次は私ね。じゃじゃーん、シリアルがいっぱい。全部私の。わお、ずるい。全部食べられるかな。ネックレスになっちゃった。エマ、どこに行ったの？え？コンサート？キラキラしていてかっこいい。私もネックレスつけているな。交換する？ありがとう。みんな歌おう。盛り上がってる。私どこに向かってるの？あれってわたあめとチョコレート？口でキャッチしちゃおうかな。あー、これってチャレンジ？正確に言えば百層チャレンジだよ。いいね、グーの勝ちだよ。ジュリー、ボール一杯分全部私の。赤いやつから食べよう、好きなんだ。うん、おいしい。ボールを移動させてっと。これでさらに面白くなるよ。穴がいっぱいあるでしょ。信号みたい。いただきます。私のは。マジで3つだけ？何もないよりはマシか。私は青が好きなんだ。うわ、眉毛どうしちゃったの？次は赤。げ、私もああなっちゃうの？残りあと1個。おいしいといいな。やばっていい感じだね。鏡は見ない方がいいと思うけど。なんか影ができてるな。じゃあジュリーからどうぞ。やった、私も欲しい。綺麗な色じゃない？超楽しみ。でも私色っぽくないね。この子がいてくれてよかった。ここに座っててね。ケーキをカットしよう。心配しないで、美味しい一切れあげるからね。きれい。食べたい？ちょっと毒味するね。うん、これ以上我慢できない。うん、美味しいケーキ。マジ丸ごといけそう。そうか。はい、あ、今のは聞いたな。クレアのも開けないよ。
さて、うわ、これでか、一生続いてるみたい。続いてるんじゃない、楽しくなってきた。雲にはまだ到達してない。うわ、まだまだ続いてる。終わりなき景気タワーだ。もうクリアの姿が見えないんだけど。一層一歩ずつ。サングラスが欲しいな。あった、はあ、よかった。うわ、うん、恥ずかしい。もう指の感覚がなくなってきたんだけど。やばクレア、ちっちゃい点にしか見えない。私はここで待つしかないか。面白いのやってるかな。これ本気でクレア、ケーキ好きのための大きな一歩。すごい、私の親友が宇宙にいる。どうやって降りればいいのかな。見えてるよ、歴史の教科書に載れちゃうね。行っちゃう。じゃーん、アリオオレオって感じ。でもなんか可愛いね。こんにちは、ミニオレオ。リアルに一口サイズね。じゃあ私のはでっかいってことだね。やったー、よしと。ホットミルクは美味しいわよね。数分で完成。あらあら、回ってるわ。早くいただきたいわね。食べようとしてたのに。やったって、私の巨大オレオは。こっちを見られても。このチャレンジ最悪。どうか。そろそろいいかしらね。早く飲みたいわ。さて、できたわね。あら、どういうこと。孫のための特別なおやつ、召し上がれ。マジで、孫の笑顔のためなら何でもするわよ。最高、信じられない。ジュリー、イエーイ。私からいい、チョコ一粒。めっちゃ小さいチョコ一粒。なるほど、はい、これにてチョコ終了。完食、クレアの番。うわ、チョコは全部こっちにあったのか。クレアのお皿に重ねられて。うん、それの何がいけないの。早速始めようか。ちょっとだけ手を加えるね。おいしそうでしょ。ディップいっちゃう。ディップといえばふわふわのマシュマロだよね。だね、いきます。クリーミーなチョコだね。とろっとろ、ボナペティ。うん、おいしそう。さあ、ジュリーも試してみる。これ絶対おいしいっしょ。砂糖かた、いただきます。これは絶対うまいよね。うん、おっと、まあいいか。うん、なんで今まで試さなかったんだろう。バナナとチョコ、最高の組み合わせ。あ、よだれ出てきた。うん、マジ天国。うわ、本気。甘さと酸っぱさは絶対おいしいわよ。いい感じだね。うわ、かなりうま。私はバナナでいいや。お次は玉ねぎ。これおいしいと思うんだ。チョコがかかってるんだもんね。見てよ、
ちょっと来るね。てか、かなり。チキンはどうかな？甘さとしょっぱさの融合。一口いっちゃおうか。うん、悪くない。私は遠慮しとくかな。本当？ダメ、やめて。やばい、壊れそう。チョコって洗濯機で洗ったら取れる？顔についてるのももらっていい？映画を見ながら食べるお菓子って最高！あ？負けない。ちょっと、ちょうだい。ダメ、私の。わお、開けちゃおう。ちょっと待って、何？全部包み紙？そんなわけないはず。全然出てこない。なんかの冗談？これはメモ？反対側持って、食べ物の百層チャレンジ？わお、最高！最初は何かな？ん？サンドイッチ？でもなんだかつまらない。何か入ってる？ただのパン。ないよりマシか。そうだ、いいこと考えた。準備はいい？スワイプ。いい感じ。自分にぴったりなサンドイッチ。大好きなものをたくさん詰めて。じゃじゃーん。私はたったのこれだけ？ずるい。しょうがない、分けてあげる。わあ、ありがとう。すごいね。お腹ペコペコ。いくよ。甘い。塩気もいい感じ。絶妙な味だね。顔がやばい。二人ともすごいことになってる。もっと食べちゃえ。私が先に開けてもいい？じゃーん！わお！これは何？全部くっついてる！おいしそう！わお！私は、たったの一歩？つまらない。一つ食べよう。あ、そうだ、いいこと考えた。コップにソーダを入れて、ほら、泡。次がお楽しみの。いけ、すごいでしょう。わお、待って、よし、すぐ戻る。ほーい。これで足りるかな。ここにおいで。ショータイム。わあ、何かが起こってる。まるでバブルバス。最高。サロン、何？早くして。まったくもう。ねえ、先に開けて。オッケー。いちごが一個。好きな果物でよかった。ってことは、ちょっと怖い。どれくらい入ってるのかな。たくさんなったら嬉しい。これは予想外。チョコレート付き。どれどれ。入れてみて。よし。濃厚。私もいい？
ありがとう。完璧ね。うん、匂いもいい。想像以上に美味しいかも。もっと入れちゃえ。あ、100回できるかな。時間はかかるかもしれないけど。じゃあ私は待ってるね。メール、はあ、反対だ。いつの間にか寝ちゃった。わお、100回のディップすごい。早速いった、すごく簡単。バレて、写真撮らなきゃ。もう待てない。何、一個だけってことは、私はやった、たくさん。ずるい。でもへこんでいられない。開いたらクリームを取り出して、これだけでも完璧。滑らか。それやったことない。本当に絶対に試すべき。あ、そうだ、クリーム出ておいで。一人じゃないわ、全部重ねるの。わお、高層ビルみたい。そう、これで100層。そして最後にかぶりつく。甘くて美味しい。人生って不公平。腹痛でも起こしてほしい。行くわよ。わお、ドーナツ一つだけ。これは最高。最悪。あ、いいこと考えた。こうなったら上品に食べるべき。よし、準備 OK。 うん、最初の一口、いいよね。おいしい。変なの、そんな食べ方するなんて。私は手を汚しても構わない。これ見て。よーし。いい味。スピードアップ、一気に食べちゃえ。デザートだしね。おいしい、最高。ちょっとやめて。何、動物みたい。これも私の。信じられない。いる、大丈夫。どうぞ。どうぞ。じゃあ一緒に。よーし、こんなにたくさんのガム見たことある。ワクワクする。つまらなすぎる。ずるい。噛み始める前にやりたいことがあるんだった。しっかり、それ
失敗か。そんな簡単なこともできないの？あ、そうだ、唾液を使えば OK。 汚い、ほら、くっついた。じゃじゃーん、うそ。あ、私だってガムをたくさん作る。見てて、これはもういらない。よし、ガムのタワー。私の芸術には勝てないよね。比較対象にもならない。でもこれはできる。完璧な一口。そう、私の方がすごいはず。ここを、あれ上とかちょっと多すぎるかな。顎痛くなってきた。いや、いらない。いけいけ。あと少し。私ならできる。やった、おめでとう。よくやったわね。これは何？ボーナスだって。見たことないけど、なんだろう。え、何？わあ、チャレンジね。ちょっと待って、誰が先に開けるのか決めなきゃ。私は裏にかける。ずっと回っているわね。あとどれくらい時間かかるんだろう。もういいや、開けちゃえ。ちょっと、コインの意味ないじゃん。だってポテトだよ。こんないい匂い我慢できない。うん、揚げたて、塩加減が絶妙。信じられない。私も開ける。あれ、私もポテトだった。どういうこと？チャレンジじゃないの？ポテト好きだからいいけど、味はどうかな。普通ね。あー、全部食べちゃった。うわ、なにこれ、箱の中からポテトが生えてきた。ポテトの木じゃん。重たくなってきた。やばい、落ちる。口に入って。まさにポテトの雨ね。たくさんある。私もポテト全部食べちゃおうっと。おいしいし。待って、先に開けていい？お願い。しょうがないな。うん、何もないんだけど。出てきた、ポップコーン。しかもたくさん。このチャレンジ今のところ最高。おやつの時間、いただきます。次も、次も。ポップコーン美味しそう。私のはどうかな。こんなのずるくない？失礼。何か悪いことした。どうぞ、これ差し上げます。準備ができたら押してください。それでは。どうしよう、押した方がいい？何が起こるのかな。ポップコーンに何かが起こってる。うわ、見て、大きいボールになった。うーん、一粒より全然マシ。わあ、いいな。私のポップコーン、普通すぎない？ポップコーン大好き。ダメ、今度は私が先。今度は、あれ？へへん、ありがとう。わあ、アイスクリーム、おいしそう。うん、最高。今すぐ丸ごと食べちゃえ。大きな一口ね。
私のは何かな？これ、食べられるの？中に何か入っているわけではなさそうだし、ふむ。寒い。早くそこのランプこすってみて。ああ、そうね。嘘、ジーニーだ。ああ、こんな格好？準備 OK？ 願い事はある？うわ、体調悪そうね。はい、これどうぞ。ありがとう、助かる。アイスの食べ過ぎよ。あのね、欲しいものがあるの。もちろん、今すぐ出すわ。わお、すごい。もう一ついい？そうね。できなくはないけど。やった、アイスがたくさん。喜んでもらえてよかった。じゃあね。わお、すごいわね。ちょっと食べる？アイスなんて考えたくもない。無理して食べたら風邪ひくわよ。今度は一緒に開けてみよう。あれ、開かない。私はホットドッグ。ずるい、私はこんなに苦労しているのに。そうだ、忘れてた、マスタードとケチャップつけなきゃ。わーい、おいしそう。わお、行くわよ。こんなの無理。そうだ、魔法の杖があるんだった。開け。嘘でしょ。ねえ、開いて。これで間違いなく開けられる。へへ、いけ。え、マジで？美味しかった。何してるの？ずるい。私が開けてあげる。え？こんなの楽勝じゃん。どうして？でもいいや、ホットドッグやっと食べられる。最高ね。それ。準備はいい？ゴー。たくさん降ってくる。難しい。いけいけ、私たち上手ね。あれ、なんで一つだけ？謎ね。開けてみる？これは何？お菓子？マシュマロみたい。うわ、ここはどこ？嘘、マシュマロの世界に来ちゃった。見て、かわいい。あっちに行ってみよう。うわお、マシュマロの木。一つ通ってみようっと。柔らかい、食べてみよう。味もいい感じ。チャレンジルームに戻ってきちゃった。しかも一人。お腹すいたな。私も取ってみよう。何も起こらない。やった、たくさん取っておこうっと。マシュマロおいで。最高、こんなにたくさん。最後に一個、戻れ。ふう、到着。しかもマシュマロがたくさん。木から取って集めたの。やった、チャレンジのいい締めね。ボタンは押したくなるもの。でもその後にどうなるのかわからないボタンは怖いですよね。でも押したい。わあ、すごい。これ1000年くらい前のじゃない？まあいいや。見て、あれなんだろう。何かもらえるかな。やった、今度は私。ポップイットだ。やった。ボタンが好きなの？じゃあこれはどう？
何が起こったの？自撮りタイム。まずは緑色のボタン。来たわね。お腹空いてるかしら？それ麺がたくさん。何人分だろう？せめて温めてくれたらいいのに。ちょっと気持ち悪い。おいしいかな？あ、そうだ、これ持ってきてよかった。暇な時に使えるの。ふむふむ、可愛くない？冬にぴったり。黄色はどうかな？すごく重たい。小麦粉のなだれ、いくよ。何も見えない。まるで小麦粉のシャワー。いい感じ。はっくすん。映ったわね。次はこれ。もう時間？今度は甘いもの。それ美味しそうでしょ？パステルカラーがいい感じ。わお、このボタン最高すぎる。マシュマロの天国、全部食べたい。どれにしようかな。これが必要よ。本当に？どうも。甘いけど硬いわよ。それ。音がする。でも嬉しいサプライズ。世界一大好きなお菓子が降ってきた。そうだね、レジ、お菓子いる？交換しよう。わあ、ナイス。まさかの展開。これよし。次はお楽しみのホイップクリーム。頭の上に何か降ってきた。おいしい。好みだったみたいね。スターになった気分。イエーイ。どれ？両方しちゃえ。わかったわ。今度は牛乳、それにシリアル。いい組み合わせだと思わない？しかもたっぷり。甘そう。準備 OK。 シリアル好きだといいけど。でもボールがあるから心配なし。ちょうどお腹空いてたの。おいしい。今度はどれがいいかな。チョコレートが来ますように。あ、もっといいかも。よし、開けてみよう。続きがあるの。もっと面白くしなきゃね。わっ、何か入った。ゴーグル持ってくればよかった。ミントの力ってすごい。次はこれ。汚くなるわ。ハンバーガーある？今度は液体？さすがにケチャップ多すぎる。
まずそう。ああ、そうだ、フォローのための写真。うん、あ、ティーナ、血だらけ。お別れも言ってないのに。ああ、ケチャップね。よかった。今度は緑。何かな？うん、タオル？本気？やっと綺麗にできる。私はオレンジ。いいボタンを選んだわね。綺麗だと思わない？レインボーのスプリンクル。いくわよ、それ。たくさん降ってきた。誕生日みたい。やった、ふう。ちょっと気をつけて。怖いの？ちょっと綺麗にしたばかりなのに。はあ、この仕事大変だわ。どちらにしようかな。優しくね。了解。匂いでわかる？わお、大好きなお菓子。映画がなくて残念。でも嬉しい。雲の上にいるみたい。最高ね。しかも美味しい。まだ押してないのは？フライドポテト熱々だよ。しかも美味しい。バケツ一杯。それ。わあ、これってもしかしてフライドポテト？大正解。ケチャップが残っててよかった。次は黄色。でも出てくるのはオレンジ。やっぱりジュースの方がいいかな。みんな大好きオレンジジュース、絞りたてよ。わあ、絞りたて。コップどこ置いたっけ。ちょうど喉が渇いていたの。乾杯。そうだ、運命に任せよう。今度も甘いわ。コクのあるいちごのシロップ。わあ、リッチな汁ね。口に入る。シロップだらけ。狙い通り。これでリラックスしよう。うん、君。よし、心の準備はいい？あと少し。オッケー。生卵20個分。タンパク質足りてる？うわぁ、これは嫌だ。気持ち悪い。やめて、お願い。もう最悪。しかも生卵。次は早く、予定があるんだけど。代わりに選んであげる。いちごのヨーグルト、いくわよ。それ。うわ、目が見えない。一番最悪ね。何も押してないのに。これいちご？美味しいかも。よし、開けてみよう。うわ、全部食べられるかな。チャレンジしてみようよ。クリーミーで濃厚。天国にいるみたい。壁にもついてるわ。
終わりなの？いいアイデアが浮かんだわ。これで全部かき集めてみよう。ほら出てきて。お、やばい。うわー、先に開けていい？なんで？ずるくない？早とちりしてたみたい。このケーキ私より大きいわ。てっぺんが見えない。ちょっと待って、なにこれ、はしごがあってよかった。信じられない。あとちょっと。うわー、幸せそうな二人。あ、お花をくれるの？ウェンディー、どうしよう。うわー、降りてくれば。ありがとう、優しいのね。よし、今度は私の番よ。うわー、ちっちゃなケーキ。それに色も最高だし。え、どうなってるの？大丈夫？最悪なロマンス。お、かわいいケーキ、一緒に食べよう。すごくおいしい。ね、今度は私が先ね。何これ。うわ、まずはこの2つから。チョコのサンドイッチみたい。うわ、こっちは何かしら。じゃーん、すごい、チョコレートバーガーだ。ほら見て、こっちも美味しそうね。私のが惨めに見えてきたし、もっと大きければいいのに。そうだ、まずはアイロンをかけて。次は何だと思う？ハサミでちょっと切るだけ。これでチョコレートソースの出来上がり。上から垂らしてみよう。これでバッチリ。いただきます。最高。うわ、そっちも美味しそうね。私も試してみよう。うわ、早く溶けすぎ。あ、やばい、私のサンドイッチがドロドロのチョコになっちゃった。それにまずそう。うえ、待って、私からよ。いいわよ。今回はこれだけなの？そうだ、ナプキンをつけなきゃ。いくわよ、豪快に食べてみよう。うん、ミルクチョコ味だ。へえ、開けてみよう。やった、すごい、やばくない？マジ？食べきれないんじゃない？どうしよう。あ、ウェンディー、口開けて。こんな感じで。そう、ここよ、よく狙って。じゃあ行くわよ。よし、ほら、次はピンク色。こっちにも投げて、ほら。あ、全部なくなってるし。ウェンディー、ごめんね。先に開ければ、オッケー。うわ、巨大な卵。あ、なんだろう。何か入ってる。開ける準備しなきゃ。かなり散らかりそう。はあ、うわ、予想外の展開。
ちっちゃなチョコの玉、うん、めっちゃ美味しいわ。もう耐えられない。あ、卵が3つ入ってる。中身は何だろう。え、マジで空っぽじゃん。うん、美味しい。そうだ、筋肉を使ってみるか。見て、ステイシー、マジでやるつもり？もちろんよ。潰れたわ。ジムで鍛えた甲斐があったわ。なんてね。もっとすごいアイデアが浮かんじゃった。ほら、ポップイット。その間に計画通り、この中に入れてチョコで覆って交換しよう。バレませんように。よしね、かじってみれば。そうね、思いっきりかじっちゃった。うわ、何このチョコ、うえ、キモい。何笑ってるの、ステイシー。え、ちょっと待って、ごめん。もしもーし。え、どれどれ、ダメだ。うわ、おかしょ。これでよし。見て、すごいでしょ。早速食べてみようっと。ピーナッツだわ。全部食べられそう。うわ、おいしそう。こっちは何かしら。一つだけなの？ずるくない？もう、いいこと考えた。飲めばいいんだわ。溶かしてみようっと。ドライヤーを使ってっと。時間がかかるな。よし、おいしそうだわ。ホイップクリームを加えちゃおう。たくさんかけてっと。よし、いただきます。めっちゃおいしそう。すっごくクリーミー。え、口が開かないの？待って、これでどう？これだったらどう？そうだ、もしもし。ああ、わかった。これだったらうまくいくだろう。好きだって書いてあるわ。彼氏になってくれるってことかしら。うわ、この本すごく面白い。ねえ、何それ。あ、リモコンだ。何のため？じゃあ試してみよう。うわ、見てた？そうだ、マジ？すごい。次は私を大きくして。うん、じゃあ行くわよ。うわ、あ、巨人になっちゃった。でも屋根に穴が。待ちきれない、どうなるかな。よし、ビッグ行くわよ。え、チョコのフライドポテト、何これ。うん、めっちゃいい匂い。でもこれってミディアムじゃない？店長に合わせて。ちょっと、どうなってるの。これでよし。うわー、超でか。食べるのが楽しみ。羨ましいでしょ。私はこれで満足。そうね、ちょっと光らせてみよう。これでよし、パーティーを始めるわよ。
ねえセイラ大丈夫？あ、イエーイ。まただわ。ナイトクラブじゃないって。あ、そうね。よし、食べてみよう。うわー、おいしい。うわー、あ、自分のを食べなきゃ。チョコの天国、止まらなくなりそう。あ、そうだ、ちょっと待ってて。なんだろう。うわ、やめて。待てよ。面白い。ほら、吸血鬼だぞ。うん、チョコって最高。準備はいい？緊張するわ。どういうこと？謎だわ。お腹ペコペコ。ああ、でも食べ物は？わあ、すごい。チェ、スモールか。見て、このサイズ。よかったわね。とりあえず食べてみよう。すごい大きさ。ちょっと、これってずるくない？しょうがないから食べるけど。あー、セイラ、泣かないで。そうだ、じゃあすぐに戻ってくるから。なんで私だけがこんな目に遭うの？ここに置いてと。これでよく見えるはず。売店をオープン。バブルガムいかがですか？たった1ドルですよ。あ、シェリル、買わない？ああ、うまくいくと思ったのに。値段を変えてみよう。これでよし。お、安い。買ってみよう。たくさんありますよ。すごい売れ行き。退屈ね。バブルガム全部ください。はい、わかりました。これでいいですか？やった、完璧。はい、どうぞ。うわ、毎度あり。はい、お土産。うわ、喜ぶと思った。どうもありがとう。あ、見て。どの味から食べようかな。うん、次に行ってみよう。ビーグが出ますように。緊張しちゃう。マジ？やった。はあ、セイラは嬉しそう。あ、ごめん。じゃあ一緒に開けない？ああ、うわ、超でか。これ見て。めっちゃがっかり。今回はしょうがないわ。行くわよ。最高。飲んでみれば？小さいから。これで終わり。つまんないの。そうだ、これ持ってて。植木鉢を用意して。ポケットを探らなきゃ。よし、あったわ。土の中に埋めてみよう。一体どういうこと？ああ、そうか、グッドアイデア。ほら、水をあげて。うまくいきそう。うわー、信じられない。やばくない？最高のアイデア。ゆすってみよう。キャンディーの木だわ。最高。いい香り。ストロベリー味だわ。もっとやってみよう。園芸は最高。こんなすごいことになるなんて。キャンディーだらけだわ。うん、いくわよ。ビッグで止まりそう。やった。ミディアムでもいいわ。うわ、すごい。チョコスプレッド。うわ、差がやばすぎ。そう、大好物なのに。
ずいぶん小さいわね。早速開けてみようっと。うん、まずは味見。そうだ、うん、小さすぎ。無理。これでバッチリ。すごい粘り。あん、おいしい。全部食べられそう。いいな。スプーンはいらないわ。うん、すごくおいしい。え、なんで？ちょっと、どこ行っちゃったの？空になってる。ちょっとしか食べてないのに。ねえ、ミンディ、ほんのちょっとくれない？うん、いいよ。うわぁ、巨大な手。どうもありがとう。めっちゃおいしい。あ、ほとんどなくなってる。おいしかったごちそうさま。信じられない。ちょっとだけ残ってるかも。ビッグになりますように。マジで？やった！嬉しい！ああ、でっかい卵。私のはミニチュア。どんな味がするんだろう。虫眼鏡を使えば。ダメだわ、効果なし。トントン、誰かいるの？割ってみようっと。じゃあ工具を用意しなきゃ。安全第一。結構似合うかも。準備 OK。 殻を割ってみよう。うまくいった。ふう。殻を剥いてみよう。かなり面倒だわ。よし、できた。いただきます。うん、おいしい。おいしそうに食べちゃって。今度は私の番だわ。エッグスタンドをどうぞ。それとカトラリーも。ではどうぞ。よし、音楽を演奏いたします。これでよし。小さいかけらがたくさん。気をつけなきゃ。うん、いた。何これ、あっち行って。あ、金の指輪。めっちゃ綺麗。うわ、こっちにも入ってるかな。何かあるわ。金の卵だ。うわうわ、最高。お、来た来た。こっちにおいで。楽しい午後を約束するよ。コップを選んで。やってみる？まずはお金。どうも。よし、コップをよく見ててね。どれかな？あ、左の。じゃあこれ。うそ、また外れ。一体どういうことよ。お金どこにあったの？はあ、やっと静かになった。それ、ここはどこ？ハンドチャレンジ、やった。準備できた？開けてみよう。じゃじゃん、やった。手は何個？うん、私が先。じゃあずいぶんかかりそう。これにした、どうかな。うわー、よかった。手なし、無理じゃない？ちょっと待って、スプリンクルをかけなきゃね。おいしくなるに違いない。アイスパーティー、早速食べてみよう。最初の一口、クリーミー。レモン味だ、おいしい。いい
なあ、それ。押して食べるの？スプーンを使ってね。うまいでしょ？ブルーベリー？私もできるかな？ほら、つかんで。あと少し。無理かな。なんだか飽きちゃった。完食。おし、お疲れ様。もう戻っていいよ。自慢しないでよ。時間が余ったから化粧直し、マスカラを塗り直さなきゃ。今度は私が先。じゃあこうやって決めよう。これにした。ああ、残念。へへ、しめしめ。え？もう決まったの？まあ、いいか。大きいグミ、誕生日でもないのに。手なし。ああ、最悪。顎が強くてよかった。いくよ。チェリーの匂い、おいしそう。勢いつけよ。チェリー味、うらやましい。ねえ、なに？ちょうだい。いや、意地悪だな。こっちに期待するしかないか。これはなに？お、すごい、ロリポップ。くらえ！わかった、あげるかな。全部はいらない。現金もあげる。ジュエリーも。これも好きでしょ。わお、やった。お願いだから乱暴しないで。乱暴？怖がりなんだから。え、ただのお菓子だよ。まったく。本物じゃないの？全部返してもらうね。あなたの負け。どんどん開けちゃおう。全然怖くない。手なんてどうでもいい。口があれば大丈夫。それは何？プリンセスになったみたい。サメちゃん前に。え？戻ってきて。動かないでよ。なるほど。ペニー、何？動かさないでくれる？私がやってるの？ペニー、うわ、お腹空いてたのに。ごめん、間違えちゃった。ちゃんと戻すから。難しい。食べられないじゃない。これはハンバーガーだ。これいらない。一緒に食べる？うん、じゃあ持つね。友達ってこういうもの。うん、おいしい。おかわり。どんなサプライズかな。じゃじゃーん。これは何？ケーキ？よかった。どうしようかな。頑張ろう。ルールだからね。開けてみる？トッピングだ！綺麗！どれがいいかな？ピーナッツのチョコ好きなんだよね。ここに乗せてみよう。段差があってよかった。スプリンクルの雨、いい感じ！完成！手がないと何もできない。それ、取れた。なんとかかけられた。よし、次はマシュマロ。たっぷりね。チョコレートも。
ペニー、大丈夫？もちろん。食べてみよう。準備はいい？あれ？角度が変。あ、そうだ。助けてあげる。それ。どう？全然助けにならない。顔に何かついてるよ。わかった。ちょっと待ってて。リリーったら。これで終わり。こうルールはちゃんと守ったよ。やった、両手が使えるって。最高。全部食べちゃおう。ワクワクする。パンケーキ、やった。両手だ。手なし、かわいそう。え、これは罰？ごめんって、戻して。うそ、謝ったのに。間違いなく罰だね。しょうがない、人には優しくしないとね。シャツを汚さないように。いただきます。何？なんでもない。私も食べよう。なかなかつかめない。うっ、いけた。おそ、もっと上品に食べないと。一口サイズに切ってね。パンケーキ大好き。全部食べちゃう。本当に美味しい。またもう。かわいそうだけど面白すぎる。こんな時はそれ釣っちゃえ。ちょっとペニー見て、釣りよ。あとは巻けば。ほら食べてみて。ナイスアイディア。もういい？待って、遊ばないでよ。ありがとう。ココナッツ、これ美味しい。ケーキって最高。ピザは大好き。もっと食べさせて。手錠、ちょっとやめて。痛いんだけど。惜しい。口が小さすぎるんだよね。一口いけた。あ、美味しかった。準備いい？うん、片手。私は手なし。それじゃあやってみよう。おー、レモンだ。たくさんだね。それじゃあ始めよう。じゃあお先にどうぞ。いいよ、できるし。ほら簡単。酸っぱい、吐き出す。うわ、何それ、ウケる。もう一丁。まただ。2回目は酸っぱくないわけないか。もうやめたら。いや、まだまだよ、まだ耐えられる。あらまあ、うわ、私どうなってる？ああ、なんとも。変な気分。じゃあそっちの番。あとで美容室行ってきな。このチャレンジのやり方は、グラスを用意してレモンを絞る。ほら、たっぷり出てきた。握力がつきそうだね。え、私必死に食べたんだけど。頭を使いなって。よしと。お次はストロー。これで準備よし。絞りたてレモネード、3ドルでどう？はい、皆さん、安いよ安いよ。早い者勝ち。確かに美味しそう。さあどうぞ。どうも、美味しいよ。はい、毎度あり。またのお越しを。はあ、働いた働いた。思いつかなかったな、それ。ま、私は賢いってこと。乾杯。それもオレに飲んだの？髪がぐちゃぐちゃ。まみろ。
まあ確かに笑える。どっちもひどい。お次のラウンド、やった、両手だ、ラッキー。私は片手、いい、やった、カルメ焼き。でも普通のと違うな。美味しそう、早く食べたい。あれ、なんだろう。うわ、急がないと。よし、ここまでは順調。片手だと大変だ、動くなっての。汗かいてきた。これ楽しい、ハマってきた。あとちょっと、手を考えないと。最後を削れば終わり。あれ、なんか服変わった。だるまさんが、あ、それだけは。今がチャンス、ミスしないように。できた、割れずに取れたぞ。あ、そうだ、忘れてた。転んだ。あ、やっと。あれ、時間切れみたいね。最悪なんだけど。いや、なんでよ。あれ、髪が白くなってるね。レクシー、ズルしたんだけど。最低。いいからそれ食べなって。よし、来い来い来い。はあ、まあいっか。また両手だ。中身はムール貝。貝は苦手だな、気持ち悪い。そっちは何？開けらんない。私もムール貝だ。どうやって食べろって言うの？でも頑張ろう。頑張って、祈ってて。うわ、食べづらい。まあでも食べ物だからね。お、すごく美味しい。じゃあ信じて私も。一生食べてられる。美味しい、新鮮ね。美味しい。おお、これで最後？もっとあればな。はい、そっちの番よ。まあ美味しいって言うなら。でもエプロンはしないとね。ほら行って。うわ、匂いが生臭い。でもいただきます。美味しいでしょ。いや、ほんとほんと美味しいわ。明日からずっとこれにしよう。と、待った。あれ、ごまかせると思ったのに。これで、きちんと食べて。わかったよ。うわ、取れない。今、私に貝をぶつけた？いや、その…優しくすれば、つけ上がって。よこしなさい。あれ、貝が消えた。おお、口開けて。ドンピシャ。うわ、まずい。お口すすぎたい。何笑ってるの？これ楽しいね。うん、がっかり。次は美味しいといいな。見てみよう。コーン？つまんないな。匂いも退屈。まあ食べるか。カット、歯が通らない。じゃあ私の番。もっと簡単な方法あるはずなんだけど。わあ、キャンディーだ。すごいな。歯医者さんに怒られそう。うぅ、開かない。こっちを試そう。うん、この紐、なんだろう。うわ、すごい。これは楽ちんだ。それ、ずるくない？これ、いいかも。いただきます。あー、もう腹立つ。あ、
待て、もっとゆっくり。私はコーンで。なんであっちはキャンディーなの？入れすぎだって。待って、ほんとずるい。って、この匂いは？ポップコーンだ。待って、ダイエット中なの。キャンディーが恐ろしい。そこら中だ。これなら悪くない。あ、終わった。おお、すごいじゃん。キャンディーが絡んでる。美味しそうだね。食べてみようよ。待って、思いついた。キャンディーもっと入れよう。いい考えね。これ超良くない？わあ、最高だ。食べるのがもったいない。でも食べちゃう。お先にどうぞ。おいしい。しかもお掃除の必要もなし。いいじゃん。魔法のバケツに何入れようかな。そうだ、グミベア。うん、たくさん入れちゃおう。あとコーラもね。いっぱい入れてと。あとはこれを加えるだけ。メントス。じゃあ、いくよ。うわー、増えまくってる。グミベアの火山だわ。うわー、すごーい。あ、両手の絵文字？片手と禁止のサイン？楽しみだわ。ねえ、中身を見てみよう。うん。うわー、なにこれ。うわ、私も欲しい。なにこれ、どうしたの？一応あるからいいじゃない。不公平だわ。うわ、すごい。ほら、見て見て、すごいから。虹になってるわよ。そうね。イエーイ、両手だわ。片手だわ。待てよ、トウモロコシがあればあの裏技が使えるはず。この中に入れて、お菓子を入れてからよーく振ってみよう。はい、虹色のポップコーン。じゃーん。うわ、ありがとう。え、なんで？ああ、片手だけよ。そうね、片手だけ。うん、おいしい。待って、私が先よ。いいよ。うわ、なに？ちっちゃい。マジで？いいわよ、私のを見てみようっと。うわー、ピザのタワー？めっちゃ美味しそうだし。なーにそれ。ふん、また両手だわ。手なしか。まあいいわ、両手を後ろにして。いただきます。うん、美味しい。うん、ピザ好き好き大好き。あー、美味しそう。私のはこれだけ。うん、あ、いいこと思いついた。これでうまくいくはずよ。ここに刺して空気を入れてみよう。アホくさって。あともうちょっと。よし、できたわ。はい、持っててよね。なんで？お願い。はいはい。激うま。ん？もしかして。そうだ、筋肉も。よし、ここを加えて。はい、空気を入れて。マジで？うまくいってる。うわ、すごい。この筋肉見てよね。筋肉もりもり。私にもやらせて。よし、始めて。
パワーポンプ3、2、1。うわー、へえ、なにこれ、もう。じゃあ行くわよ。はあ、運が悪かったわね。今回は私の勝ちね。うわ、なんだろう、このサイズを見て、クッキーが重なってる。クッキータワーすごくない？クッキータワーすごくない？だってさ、うん、片手だけ、背中の後ろに置いて。ちょっと見て見て、何あれ。え、何のこと？ちょっと、私のタワーよ。もう、そうだ、手を入れ替えよう。これで、あ、誰だろう、変ね。ちょっとうまくいった。空手チョップ。もうやめよう。こうなったら勝つ方法は一つだけ、見てて。何やってるのよ。ちょっと、大丈夫？待って。失礼。クッキータワーは私のもの。うん、すんごくクリーミー。くそー、もう、許せない。あ、ねえ、これ食べる？食べてやるわ。楽しみね。レモンのスライスか。うわ、酸っぱそう。やだな。レモン大嫌い。こっちは何だろう。うわ、レモンがいっぱい。酸っぱそう。マジで？まあ、いいわ。じゃあちょっとだけ。酸っぱい。こっちはマシかも。うわー、酸っぱい。マジで？どういうこと？え？じゃあ教えてあげる。じゃーん。え？砂糖だけ？やってみなよ。ほら、レモンを砂糖につけて、かじるだけよ。めっちゃ甘い。あー、そういうことね。ちょっと待って、手伝ってあげる。ほら、つけたから口を開けて。美味しい。言ったでしょ。今度は一緒に開けようか。そうね。うわ、本当の魔法の杖。今回は空っぽ。待って、あらかざむ。すごい、グミペアだわ。ありがとう。次は私の番、アルカザム。何これ。はい、もう一回。なんでうまくいかないのよ。手も使えないの。もういいわよ。一つだけか。助けてあげなきゃ。そうだ、見てて。アラカザム、じゃじゃーん。はい。うわ、ほら、両手、両手を使ってみよう。すごい、両手を使っていいのよ。たくさんあるし、美味しいわ。最高。ねえ、面白いことしない？座ってるのに、これ見て。辛いものチャレンジ？いやよ、絶対嫌。
そう、じゃあこれもらうわ。じゃあね。ちょっと返してよ、私のコーヒー。じゃーん、すごいでしょ。わかったわよ。二人とも大変な時も落ち着いていられる性格。辛いチャレンジスタート。激辛ヌードルチャレンジ。受けて立つわ。食べにくくない？これじゃ無理ね。大きいお箸を使うわ。この方がいいでしょ。出かけるときはいつも持っていくの。下がって。私お箸のプロなのよ。もうちょっとよ。いつも大体うまくいくの。もうちょっと左、右。やっぱりダメだわ。不良品よ。お箸うまいんじゃなかったの？私がやってみる。あれ、なんでこんなに難しいの？こうやったらいいかな。もう、イライラする。食べたいのに。ヨガのクラスを思い出して。お箸と一体になるのよ。私はお箸よ。お箸の考え方をするのよ。丁寧に。緊張する。もう、お箸なんてバカみたい。ああ、手つかみで食べてやる。ダメよ、離して。ああ、違うお箸だ。あら、変なおじいさん起きて。おお、居眠りしちゃったよ。ヌードルだ。お箸を極めたいんだって。忍耐力が鍵だよ。簡単だろ。ヒゲについちゃったな。なるほど、賢いわね。食べましょう。あれ、お箸は？難しすぎるよ。この方がいいわ。最初からこうすればよかった。やっとだわ。あ、ヌードル美味しい。一日中食べていたいわ。話してないでもっと食べよう。次は何かな。用意はいい？カクテル？かわいいし美味しそう。乾杯。悪くなかったわ。すっきりする味で。あれ、熱くない？舌の感覚がなくなった。辛い辛い辛い。こんなの誰が飲むのよ。一体何？早くピザが食べたいよ。飲み物も用意しよう。ここどこ？知らないけどいい匂い。これってピザ？ん？巨人だ。何するの？やめて、美味しくないわ。辛すぎるかな。変なの。ゴミ箱行きだね。あの唐辛子、僕に話しかけてきたよね。簡単なのがいいな。食べ物になるのはもう嫌よ。チキンウィング、美味しそう。大好きよ。今回は楽しそう。まだよ、待って。チャレンジでしょ。すごい、どうやったの？スコアをつけなきゃ。開始。むしゃむしゃ。何？なんでもないか。何なの？え？知的生物の形跡はなし。なんでそんなに早いの？チャレンジなんじゃなかったの？綺麗にしなきゃ。スコアは？あ、私の勝ち。ジロジロ見るのは失礼よ。デザートは何かな？次のラウンドよ。辛いソース、楽しそう。匂いは最高ね。味も美味しいといいけど。よし。あれ、なんか違う。これ不良品だわ。DIY で改良しましょう。これでいいはず。ちょっとだけね。台無しにしたくないから。あとちょっと。これでいいわ。第2弾。十分辛くなったかな？悪くないけど、ちょっと足りないな。唐辛子を持っててよかった。ひと絞りね。
これで今日の運動は完了よ。十分やったのだ。辛くなってるはず。辛くない。考えるのよ。そうだ、あれどこだっけ。ミニ火山、ここに入れるの。最後の一滴までね。うまくいってるわ。ワクワクしちゃう。ミニ火山頑張って。やった、これが見たかったのよ。さあ始めよう。おいしい溶岩、辛くなってきた。もっとよ。そうそう、新しい友達を見つけなきゃ。ああ、おいしい。あなたも舐めてみて。私はいいわ、ありがとう。私のは何だろう。サラミスティック、やった。いい匂い、楽しいチャレンジだわ。肉のうまみたっぷり、ちょうだい。顎に何かついてるけど、まあいいわ。はい、これとこれをもらうわ。ちょっと一本よ。信じて任せてよ。ディップするの、こうやって。はい、優しいのね。ずっと親友でいいよ。こういうのもっとやろうよ。やばい、辛い。あれ大丈夫。なんでひどいことするの。私は何もしてないのに。ワン、ツー、スリー、ラーメンだわ。やばい、食べられるわ。忘れるところだった。卵を入れるのよ。卵？ケーキでも焼くの？どうでもいいけど。欲張りね。あれ辛くなってきた。辛すぎ。水、牛乳、消火器、早く持ってきて。ほら、これで測ってみて。これで普通？全然普通じゃないわ。熱い、医者を呼ばなきゃ。それか消防車を呼ぶ。あ、卵、歩けね。あ、収まるか。気持ち悪い。ああ、直接じゃなくてラーメンに入れるのよ、こうやって。知ってるわ。あなたとご飯を食べるのはもう嫌よ。次はみんなのチャレンジよ。この宇宙人が秘密の研究所から逃げちゃったの。あっち？何もいないわ。見たらすぐわかるわ。緑色で宇宙人でフードをかぶってるの。私たち心配してるのよ。あっち側？もう嘘つかないでよ。絶対見つけなきゃいけないの。どこにでもいる可能性があるわ。後ろ？からかわないで。もう騙されないわ。お、これってゲームの中じゃん。すごー。お、よう。はじめよ。見て、結構すごいでしょ。あ、そうかよ。これはどうだ。やったら許さないから。遅いぜ。私の風船を止めるにはもっと頑張らないと。うわ、やめろ。頭きた。今に見てろよ。これが俺の最後のチョコ。無駄にはしないぜ。あ、ちょっと大げさじゃない。う、悪い。う、準備はいいか。カモン。うお、うわ、チョコたっぷり。おいしそうだね。我慢できねえ、食べてみよう。これ好きなんだ。いただき。で、どう？まあまあかな。うん、そうだ、牛乳がないと。そうだな、お前も食えよ。ありがとう。最初に半分にしないとね。こんな感じ。そしたら舐める。次に牛乳につけて。うん、最高。
どう？うまいよ。もっと早くやればよかった。そっちのは？あ、忘れかけてた。ガム、おやつの後にぴったりだね。息をフレッシュにしないと。ちょうだいちょうだいちょうだい。計算ミスだったね。みんな本当にガムが好きなんだ。もう一回試そう。あはー、ガム。どうぞ。私超人気じゃん。一気に食べちゃダメだよ。友達は大事にしないとね。ん？体、何も残ってない。なんだ、残念だな。しょうがない。どうしたらいいの？じゃあこれもう一個やるよ。優しいじゃん。ありがとう。次のラウンド。ちょっと、私が先。まあいいか、どうぞ。サンキュー。おい、やった！これこれ、チョコアイスクリーム。うわぁ、なんか足りねえな。チョコスプリンクル、これでさらにパワーアップ。見ろよ、このままでも食えるぜ。アイスにかけてと。最高。さて食うか。待てよ、お前の料理は？だよね、いいのだと嬉しいな。ん？見て、ファイヤー。辛いのかな。どんな感じなんだろう。食べてみるしかないよね。よし、カツ。悪くないね。しまった、全員でかい。辛い。うわ、レクシー大丈夫か？ダメ、水ちょうだい。それか消火器。コーン、うまそう。何が起こったんだ？おお、ポップコーン、やった。レオ、ごめんね。今のは来てるな。やばい、また来る。ママ。その、もう終わったか？私が悪いんじゃないもん。あ、そう。俺のアイス、チョコスープじゃん。大丈夫、ストローがあるよ。お、これは使えるじゃん。チョコミルクシェイクって感じ。私から。あれ、何も起こらない。こうやるんだって。私たらできた。おお、メロンの風船ガム、これは美味しそう。楽しみだな。私メロン好きなんだ。これ気に入ると思う。これはうまい。気に入ったようでよかったよ。風船作っちゃおう。わあ。うお、すげえ。もっとやるよ。結構大変だな。ふらふらしてきた。慎重に、壊したくないよ。いいこと思いついた。割っちゃうもんね。おい、レクシー。うわ、どうやってやったの？俺、スーパーパワーがあるのか？見ろよ、チョコいっぱいのお皿。ダイエットなんて知らね。食いなし、チョコ天国って感じだな。もっともっと食べたい。全部くれ。うわ、なんだよ、最後かよ。けど美味しくいただきました。ちょっと試してみるか。風船チョコってできるかな。キモ、臭いって。吐きそう。やべえ、もう、安全。もうしねえよ。まだ食えそうだな。よし、食事を用意しよう。いいね、全部いけるな。どんなチョコでも大歓迎だ。私から食べるね。おう。楽しみ。おいしそう。いくつ口に入れられるかな。挑戦って燃える。いい調子じゃん。バブルタイム。楽しい。ずっとやっても飽きない。マイルズの番だよ。
俺のはでっかいチョコバー。うん、いい匂い。チョコはこうでなくっちゃ。よし、いただきます。うん、うまっ嬉しそうで何よりだよ。なんかキュートだもん。これ楽しいな。うわ、歯を磨きなよ、もう。ん、うわ、はず。はい、あげる。これ効くかな。どう。ダメ、こっちは目案だな。マシになった。うん、まずい。頑丈なブラシが必要だね。あ、マイルズ待って、それはダメだって。白い歯を取り戻したいだけなのに。あ、ガム。うん、これなら効くかも。おー、うまい。どうかな。うわ、ハリウッドスマイルじゃん。やれやれ、俺の歯医者も喜ぶぜ。負けないからね。かかってこい。なんだよ。私必ず勝つんだ。ガムがたくさん。どの。全部食べちゃうもんね。うわ、見て、パスタって感じ。うお、何ぼーっとしてんの。あ、そっか。あ、チョコスプレッドマミ。チョコスプレッドに子供が生まれそうなの。あ、マイルズ、どうにかして。わかった、着替えよう。準備 OK。 待って、これが必要じゃない。どうも、レクシー。あ、これも必要かも。頭用にね。チョコベイビーを取り上げないと。ガムメス、行きます。なんか見える。おめでとう、チョコスプレッドベビーだ。温めてあげないと。ガム毛布だよ。やん、かわいい。なんて日だ。